開口通信機は光の明滅による視覚的通信を行う軍用通信機である。内光源に太陽光の反射を用いるものはヘリオグラフと呼ばれる。これに対して電球など人工光源を利用する方式は信号灯と呼ばれる。通信にはウォールスプ号を用いることが多い。近代的なヘリオグラフは平面鏡を走行機とし日光を反射。 対抗する通信書に総光するように課題に装置されたものである。通信手は速報から各光板を用いて日光を断続させ符号を送ることで通信を行う。ただし夜間、雨天などでは通信が不可能でまた不便な点が多かった。そこで夜間には灯油ランプやアセチレンランプを用いる改良型が開発された。信号灯は 電球などの光源と光を遮るブラインドから構成される。ブラインドを開閉操作することで光を明滅させ、対抗する通信者に符号を送信する。ただし、ブラインドを持たず、直接に光源を明滅させる方式もある。信号灯は現在でも船舶などで広く使用されている。 1903年頃に撮影された日本陸軍の海港通信機日本で最初に採用されたエコー通信機は1880年宮廷国陸軍において軍用電信隊が創設された時のものでヘリオグラフ式のものである夜間や雨天の運用難のため1887年軍用電信隊が解散されるとともに廃止された1889年 フランスの公平証拠万全の総意による、ガラス式及び鏡式の通信機が購入され、一時、公平体その他に備え付けされたことがある。これは日光に加え、灯油ランプを光源とするもので、夜間、雨天でも使用することができたが、これにも不便な点があって、1902年頃までに廃止された。日露戦争で開港通信機の重要性が認められ、1907年から、 国産品の製造や外国製機の購入などの研究が行われた。そして、1913年から1922年に、渡って、10センチメートル、20センチメートル、30センチメートル外交、通信機が採用された。いずれも光源は日光及びアセチリンランプである。その後、光源に電球を使用したものも開発された。ありがとうございます。